美味しいお酒と美味しい料理を求めて、今夜もソロ活始めます。今夜のお店は、こんなとこお店ありましたっけ。素通り禁止です。こんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。お一人様でしょうか。はい、一人です。素通り禁止、素通り禁止というお店なんですけど先ほどちょっと素通りしてたように見えたんですけど、いや、ちょっと禁止って書いてあったのでちょっと戻ってきました。4月にオープンした素通り禁止です。こちらの名物は焼き鳥ではなく鹿児島の豚を使った焼き豚。早速お任せ盛りを。はい、お待たせいたしました。はい、どうぞ。いろんな種類あるんですね。どれから食べようかな。一応おすすめがタレハラミですね。柔らかい。こちら一番人気のお肉なので、ちょっと甘辛いタレ、秘伝のタレをつけて、美味しいですね。そのタレが人気なんですよ。またこれ油がくどくないですね。そうですね。最後に炭火でもいぶしてお客様にご提供しているので、どんなお酒が一応ですね、焼き豚はですねバイスサワーといって、バイスサワー、バイスサワーです。失礼いたします。バイスサワーですね。バイスサワー、ピンクですね。どんなのなんだろう。あー、すっきり。ありがとうございます。酸っぱいですね。梅とシソの味わいなので。だからこのすっきりとしたお酒が豚串に合うんですね。合うんです、それが。なるほどさらにもう一本、豚バラとトマトのベジ串を。野菜があるのは女性はありがたいですね。ありがたいです。豚バラとの相性も抜群ですよね、はい、野菜は自分も大好きでパクパク食べてます。ちょっと私が言おうと思ってた。あー、そうでしたかでもそこはちょっと譲れなくてですね。譲れなかったですか。そうです。そこはちょっと素通りできませんでしたね。そうですね。そこは素通りしないでほしいですね。